美人で優しくて生徒から尊敬されてる先生である私、アイリーン・ニルバーナと、サブヒロインじゃなくてサブキャラだからエッチシーンはないとか言われてるブレア・エレノアールちゃんでお送りします。何ですかその自己紹介は。だってそうでしょ、先生だけどエッチシーンのあるアイリーンと違って私にはないのよ。ああ何言ってるんですか、あまり過激なことを言うといろんなところから怒られますよ。仕方ないわね、真面目にゲームの宣伝をしましょう。はい、そうしましょう。それでアイリーンのエッチシーンってどんなの。なんでそんなことを聞くんですか。だってアンラッキーリバースってエロエロなゲームなんでしょ。そうですけど、それは買ってくれた人と私だけの秘密です。二人だけの秘密です。ですから私とそういうことをしたい人はゲームを買ってくださいね。あら、露骨にマーケティング始めたわね。カウントダウンですから。いいわね、私は理事長だからあまりハメを外してハメたりできないのよね。クレアさん、それはさすがにおじさんギャグすぎませんか。おばさん。おばさんなんて言ってませんよ。というかさっきから言ってることハメ外しすぎじゃないですか。歴代の母さんキャラの宿命ね。そんなことないと思いますけど。ラッキーリバースが爆売れしたらスピンオフで私の20年前の話が作られるのにな。クレアさんのお話じゃなくて私みたいなサブヒロインの追加ストーリーが先じゃないですか。いいじゃない、ちょっとくらい夢見させてよ。今回はクレアさんの娘のエリスさんたちといっぱいたくさん恋をしてくださいね。エッチもたくさんね。クレアさん、アンラッキーリバース2015年10月30日